長野道安曇野インターチェンジを降りて向かう先は北アルプスの登山口です。結構すれ違いも大変な道になってきた。全然避けないですね。車を走らせること90分、駐車場に到着しました。3000メートル級の山々がそびえる北アルプス。美しい佇まいから女王と呼ばれる燕岳、その稜線上に立つ山小屋円山荘、ここが今回泊まる宿です。創業から100年を経てもなお色あせない新しさ。こんな料理が山小屋で味わえるなんて。登山者を気持ちよく迎えるための徹底したおもてなし。山岳雑誌のアンケートで日本一に輝いた山小屋を体感。宿と周辺の魅力を探り出すシリーズ企画。あ、いた。ライチョウだ。そこ、岩の上。泊まってみたらすごかった。雲上の別世界、北アルプスの女王に寄り添う山小屋。本当、360度。なんでこんなに人が大勢登っていただけるかっていうと、山が綺麗だからなんですね。いいね信州すご力は長野県のすごい底力を発見発掘する番組です。大好きな私も円山荘は憧れの山小屋です。中房温泉。登山相談所ね。ああ、ここで登山計画書などね出してくるんですね。僕はインターネットで出しましたから大丈夫です。なるほど、登山口。じゃあお願いします。はい、はいはいはい、ありがとうございます。すごい嬉しい。助かります。ありがとうございます、はい、この2人初めてなんで。あ、そうなんですか、はい、では私はもう7回で7回目むしろなんでそんな7回も来るんですか。すごい好きだから毎年お宿がいい。宿も好きだし山も好きです。登山者を魅了する宿と山、行ってみましょう。さあ、今日目指す円山荘までは片道5時間。どんな宿ですかね。入門編として人気のあるコースです。県内の学校登山でも登りますよね。距離 5.5 キロ、標高差 1300メートル、急な登りが続くので息を整えながら歩きます。すごく登山道整備されてます。緑気持ちいいですね。まだ今のところそんなこと言う余裕もあるっていうね。あっち、これ結構急登っすね。一人で歩くのって大変。ペースつかむのが
なかなか難しい。多分もっとゆっくりなんだろうなこれ。花は割りっぽいですね、はい、まあでもよく見ていくと咲いてますね。今まで疲れて見えてなかったですけど、よく見ていくとなんかこういう苔も綺麗ですし、はあ、いいですねこういうの見ながら歩くっていうのも、はあ、おベンチありますね。ベンチ円山荘までは4つの休憩ベンチと1軒の小屋があります。そっかまだ1キロしか歩いてきてないんだ。 4.5 キロ、おい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 、まだまだだね。はい頑張りましょう。すいません、円山荘ですか今日。なんで泊まろうと。遠いんですよ場所が。関西から来てるので。関西の方でも円山荘って知られてるんですね。結構つば九郎が結構登りやすいっていう山で、で山荘が結構素敵やったってよく、ね、ほうじゃあ楽しみですね。楽しみです。そっかそっか。そうなんですよ。まだ第一ベンチ過ぎたところですからね。なんとなく登山者の方と話してるだけで少しだけ体力が回復できて、こういうのもいいですね。よいしょ。じゃあ第2ベンチですよね。休憩ポイントの間はそれぞれおよそ50分。よいしょ。そして最後のベンチを過ぎると、嬉しい。登山口からおよそ4時間、合戦小屋には疲れを吹き飛ばしてくれる名物があります。いやうまそうですねこれ。すげえ。いやこれ本当山登ってきてこれは本当にいいですよ。いただきます。相当うまいですね。全身に水分が行き渡りますねこれ。種とか出したくないですもん。種出すとちょっと水分出るじゃないですか外に。そういうのがちょっともったいなく感じる、うん、さあ元気が出ました。円山荘まであと少し。木々も覆いかぶさるような感じではなくなってきましたね。おう、きれいきれい。やっぱ花はあった方がいいですね。当たり前ですけど。ああきれいだ。お、あすごい。あそこが目指す宿ですね今日の。やっぱりあれですね、周り見えるといいですね。全然この力の入り方が変わってくる。あ、槍見えますね。かっこいい写真撮りました。もうインスタ映えですね。インスタやってないですけど。どんどん山が近づいてくる。なんかここまで来たら次あそこみたいに目標が見えるっていうのはいいですよね。お、天馬が見えてきた。もう遮るものはありません。
よいしょ。こんにちは。おい、うわ、すげえ、すげえ、ああ、こんな綺麗なんだ、すごい。あれ、つば九郎ですか。かっこいいですね。綺麗ですね。うん、上手ですね。上、確かにそういった気品を感じる。岩と緑が半分半分みたいな色合いで。そして後ろを振り向くと、あら、綺麗な可愛らしい山小屋。目的地、円山荘です。よいしょ。じゃあ、よいしょ、よいしょ、よろしくお願いします。広い玄関ですね。売店もあります。あ、そうだね、あの、どっちでも今お伺いできるんですけど、はい、どっちがいいですか。チェックインを済ませたら部屋へ。なんかホテルみたいですね。本当に綺麗、綺麗ですね。本日こちらのお部屋になりまして、はい、はい、お邪魔します。すごいですよ、綺麗で過ごしやすそうなお部屋です。円山荘では宿泊の定員数をコロナ前の半分以下に減らしています。宿についてまず汗を流すことにしました。といっても通常山小屋にお風呂はありません。体用のウェットティッシュでリフレッシュ。あー、気持ちいい。本当に風呂ですからね、これが。しょうがないですよ、だからこうやって。さっぱりした後は寝床の準備です。コロナ対策としてインナーシュラフを持参しました。寝るっていう、まあ、直接シーツに触れない感じですね。荷物を山荘に置いたら燕岳へ。およそ1キロ30分の稜線歩きです。うん、なんか石の形が面白いですね。ちょっとした芸術作品みたいになってて、イルカっぽいですもんね。これ本当口開いてるみたいじゃないですか、これ。イルカ岩の下に可愛らしい花が咲いていました。燕岳は駒草の群生地です。自分的にはすげえ咲いてる時よりこうやってちょっと枯れてきた方が好きなんですよ。なんか頑張ってるなって感じするんですよね。山頂に近づくにつれ、登山道は砂から岩へ。よいしょ。お邪魔します。すみません。じゃあ、ここが頂上のマークがついてるんですね。すごい頂上、ほんと360度ですよ。あー、景色いいわ。北アルプスを一望、市街地も見えます。何回目ぐらいなんですか。私は20回ぐらいです。え、20回ぐらい、ここ、はい、本当ですか。毎年金塚が来ます。あ、
大学の山岳部の同級会なんです。わあ、そうなんですか。じゃあもうずっと山登ってるってことですか。今72でね、やっぱりいくつになってもね、なんかチャレンジするのあるのいいですよ。おなるほど。だでも今日飲んだしんどかったですね。しんどかった、ね、合戦運では下山したらね、またやっぱり行きたくなりますからね。疲れませんでしたか。疲れた。でも小学校前に自信つくな、こんな山登れば。そうだね、うん、家族もね、今回見てほしかったって景色を、それで親の笑顔ですけど。いやでもそういうのが贈り物だと思います、本当に、うん、頑張りました。はい、すいません、失礼します。さあお待ちかね、夕食です。めちゃくちゃいい匂いする。下界でいただく食事と変わりがありません。少しでも温かい食事を提供しようと、夕食の時間ギリギリに料理を仕上げていました。いただきます。ハンバーグに肉が食い応えがあるというか、うん、山小屋の夜は早い。翌日に備えます。北アルプス円山荘、1921年に創設されました。建てたのは赤沼千尋さん。小屋を始められたのは赤沼さんのおじい様、ね、うん、そうですね、私の祖父ですね。ツバメの小屋として親しまれた小さな山小屋は、時代とともに大きくなりました。これはその当時の設計士さんのいたずらですね、これ、これ誰を、誰っていうことないと思うんですけど、いや、いたずらにしといて。で、ここにあるこの絵は全て安土梅太郎先生、これはあのうちの父の代ですよね。まあ食堂ですけど、ちょっと美術館みたいな。そうですね。ですよね。ご飯食べるだけじゃないスペースじゃないですか。そうなんですね。そういうのがすごいなと思って。初代、そして二代目もまた芸術を愛した人でした。美への親しみはお土産物にも現れています。これは多分堀口捨美さんとか昔の人たちのデッサンですね、はい、これは安土梅太郎先生ですね。50年ぐらい前のものが今でもこうやって売られてる、はいはい、そういったのも新しいように見えてる。これは新しいです。これは僕の代ですね。でもそういった新しいものと一緒にあっても全く尊重がない。全然、はいはい、うん、だからいいデザインっていうのは時代を感じないですね。いいものは変わらない。その代表がこの建物です。柱には長男、手斧でつけた模様があります。こういう柱まで長男でできてるんですよ。びっくりですよこれね。行ってみればここってザックを置く、ザック、そうそうそうです。触ってみたくなる。そうですね、だから全然見えない上の方まで全部長男になってるんですよ、うん、ご丁寧なことしたもんですね。はい、で新しくしようと思うんだけど、うん、できない。もったいない。もったいない。30年前に円山荘を継いだ賢治さん、小屋の歴史を守る一方で思い切った改革をしました。全員の反対がありましたけどね。昔の円山荘は今とほど遠い状態でした。私が始めた頃はもう本当汚かったですね。今こうやって床の木目が見えるようになったんですけど、その当時は黒光りですよね、真っ黒。
泥とカビの集合体だったんですわ。円山荘ではモップを使わず雑巾がけを徹底しています。小屋をきれいにしようと30年前赤沼さんが始めました。床は手で拭く、落ちてたり汚れてたりするとすぐ目につくんで、で必然的にきれいになってくる。ただ当時の従業員は猛反発。1時間徹底的にやろうって話したらもうみんな嫌だって。最初の1年で、まあ、幹部社員半分辞めて、でその次の年また半分辞めて。綺麗な山小屋に登山者を迎えたい。赤沼さんは毎日自ら率先して床を磨きました。雑巾がけは円山荘の伝統になりました。やっぱり人気があるだけで清潔ですよね。綺麗だし、まあ他の山小屋さんが悪いわけじゃないですけど、はい、特に綺麗ですね。あ、まあ、そういうとこ気使ってますし、はい、山荘の中の掃除っていうのは苦にならないものですかね。それはなりますよ。あ、それはなりますか。毎日休みなく同じことの繰り返しですから、はい、まあ、はい、なりますけど、はい、まあ、でもお客様がやっぱ使ったトイレの中で一番綺麗だったとかいう言葉を聞くとやってよかったなと思います、うん。あ、なんでこんなに人が大勢登っていただけるかっていうと山が綺麗だからなんですね。そうなると小屋の中も綺麗じゃないと釣り合いが取れないんです。まあ、掃除一つ取っても新しいことをやるっていうのは勇気がいるんです。初代も山のてっぺんに小屋を作るなんてのはありえないというスピリットが受け継がれてきてるって感じしますね。そう、そうですかね。おはようございます。もうこちらで働かれて長いんですか。あ、僕はまだ全然2ヶ月ぐらいです。2ヶ月ぐらい。なぜまたここで働こうと。僕の、父が今オーナーハウスやってるんで。あ、そうなんですか。あ、そうです。あ、じゃあ赤沼さんの息子さん。あ、そうです。おお、すいません。全く別業種でお仕事させていただいたので、全てが新鮮で面白いですけど、うん、もうじゃあ今修行中みたいな。そうですね、まあ、修行僧みたいな。すいません、じゃあこれで失礼いたします。ありがとうございます。やっぱ綺麗っていいですね。はい、すいません、ありがとうございました。失礼いたします。ここに山小屋があるから辛くてもまた来たくなる円山荘。泊まってみたらすごかった。5時間登ってきたんだもんね。これなんか想像したよりも足元は滑らない。多分今日の登山で強くなったよ。最後の第一ベンチ。着いた。